に翔平日本人史上トップの本塁打数と WRC プラス防御率と ERA プラスです矢印これわらわらわら。ちょっとやりすぎじゃね。2023落ちたに WRC プラス180、2022トータに ERA プラス174。投手としては山本由伸が超えてくれるらしいぞ。マジで超えてくれないと困るわじゃなきゃ日本人サイヤングなんて永遠に見れんぞ。タイトルは周りの成績との兼ね合いでタイミングもあるが前世紀ダルで無理やったって考えるとやっぱり無理やろ。山本由伸って中6日109の過保護ローテでやってるから、中4日で移動距離が長いアメリカに適応できるかだよな。今年以外の稼働率はすさまじいやろ今年は露骨に休んでサボりながらやけど、個人的には来年山本が無双してサイヤング1位、それに対抗心燃やした大谷が再来年復帰して投手専念でサイヤング1位を取ってくれたら最高や。こんな何度も大怪我してイチローの通算 WAR 超えられるんか？でもお前エンゼルスじゃん。ハンク・アーロン勝敗よ。大谷はドジャースに行けとか言ってもドジャースがあれじゃね。あっちの投手は物本の化け物だからしゃあない山本もどこまで行けるか。大谷の人生は漫画矢印漫画なら WBC 編の直後に絶望のエンゼルス刑務所週刊なんて展開にはならないぞ。これ好き。球団はポストシーズン行けた？メジャー行く日本人って毎回日本のゆとりローテしか守ってないからメジャーじゃ無理って言われてない？実力あるのにローテ守れなかった前例あんの？マー君とか毎年規定行ってない印象。吉田と鈴木も十分すごいのに霞んでもうてかわいそう分散して取ってくれ。メジャーってすごいレベルなんだけどなんであんなガラガラなんやろな大谷が日本おったら毎試合超満員やろって。メジャーは高級チュニドラみたいな球団がいっぱいあるからな少なくとも選手会から問題視されるくらいにはやる気がない金儲け特化のチームが多いとはみなされている。野本一郎の方がすごいし。てかすごいのって全員パリーグ育ち説。黒田とか青木とか接心もそこそこいるやろ。地味やなセカンドリーグ。自己管理できなくて怪我した。マイナースポーツ。アメリカ四大スポーツの4番目なんやが、日本人の枠で比較するような選手じゃないぞ失礼だな。